どうも、熊岡です。今回も最新作のゲーム、犬鳴村残響をやっていきましょう。これホラーゲームでね、続きですね。前回楓ちゃんのエンディング見ました。ただまあトゥルーエンドがあるみたいなんですけど、前回はノーマルエンドで犬人になっちゃうのかな、で弟の和樹くんも助けられずっていうところだったんですが、この中である写真をね、トイレで撮られちゃったんですよね。ただそこで別に何も起こんなかったんだけど、それをすることで加藤ちゃんのエピソードがアンロックされましたので、ちょっとやっていきたいと思います。加藤ちゃんもな、もう犬鳴村にいるお姉ちゃんに仕えちゃってるので、犬が西向きゃ尾は東、犬が白けりゃ面白い。もしもし姉ちゃん、ちょっと待ってて、すぐ持っていくよ。持っていくよっていうのは多分、おとちゃんとかね、死体ですね。オタクたちとか。さて、狩りの時間だ。で、これ前回やっているストーリーですね。で、その中で、ちょっと待って、今見ていくけど、あんのかな？あ、あるわ。あ？便器から手が伸びている。手に何か握られているようだが。取れないね。ハンマーか。でもハンマーは普通に、ああ、できないわ。ハンマーとかは、一応今この、ナタの刃の方が、えが割れ、ジュア、刀は血にまみれている。このままでは使えない。修理しなければという状態です。で、これを直していかなきゃいけないんだが、はいはい。で、いろいろアイテムをね、集めていきましょう。どうすんだろう。最終的にさ、あの幽霊の手切るのかな。これでナタになるんだけど、血とサビがついているので切れる状態じゃないと。で、血を拭わなきゃいけないっていう状態なので、確かお母ちゃん切るんじゃなかったか。もう姉ちゃん命なんで母ちゃんどうでもいいっていう感じだよね。よし。で、確か、この辺、あった。で、布で綺麗にして、サビがひどいっていう状態なので、あとここね、ここに確か砥石があったのかな。だけど、砥石がないので、あ、砥石じゃねえわ。通してくれないので、ここまでは覚えてるな。よいしょ。プチャン。で、これで銀紙包まれた何か。これがですね、犬鳴村の子供たちが大好きなチオコレートですね。部外者たちがこれを渡して、まあ、喜ばせていたっていうか、っていう感じかな。で、チオコレートをあげまして、こっちか。はいはい、ありましたね。で、これで研ぎました。これで切断ができるんだな。で、鳥居の先行っちゃうと、確か侵入者、オタクたちかっていうのと、先かみたいなことを言うんだけど、写真撮れるのかな？ちょっと気になるので。使えるか。あ、持っているものを手放す気もここから動きもないか。ならば消えた。あれは何だったのか。村のものではないのは確かだが、村のものじゃないんだ。幽霊じゃないんだね。仲睦まじそうな男女の写真。この写真、女は花姉ちゃん、いや咲に似ている。え、花姉ちゃんと咲に似ている、どういうこと？娘ってこと？姉ちゃんの娘？姉ちゃんはでも犬鳴村でだよね。てか、そうか、加藤ちゃんと花姉ちゃんって犬鳴村に存在してた人だから、今で言うとだいぶ上の人か。裏に何か書いてある。はっ！教授へ、婚約記念の旅行楽しかったですね、さっきより。
まあ、教授の奥さんが先。え？姉ちゃんに似てるってことは自分の娘か？え？マジか。やはりこれは先か。そう、先かって言ってるもんな。それから、あ、あれから随分と時間が経ったものだ。教授というのは一緒に写ってる男のことだろう。こいつが先の婚約者というわけか。一緒に住んでなかったんだ。マジ？前回愚かな侵入者やった気がするの。さっき。いや、どっちやったかな？さっき。ん？花姉ちゃん待っててね。足跡多いよね、多分。村の入り口へと伸びている。あなたが教授ですよね。教授だ。ひ、ようやくお会いできましたね。誰だ、あんた。どうしてここに。初対面か。まさか村を調べに。私の研究は渡さないぞ。なんかさ、年齢的に、その写真の年齢的に加藤ちゃんの方が若く見えてたからさ、ちょっと年齢的なところはごっちゃになってたけど、そういえばそうだな。加藤ちゃんはかなり、実年齢だと相当老いてるよな。あなたの研究に興味ありません。私が欲しいのはあなたの手と足。なんだと？交換ということで手を打ちませんか？あなたも私から奪ったものがあるでしょう。ああ、娘か。あんたさっきから何を言ってんだ。まだわかりませんか。あなたの婚約者。さっきは私の娘。私はあなたの義理の父です。そんなバカな。さっきの父親はとっくに。ええ、私はこの世のものではありません。あ、死んでるっていうことか。ああ、まあそうだよな。詳しく説明したいところですが、あいにく時間切れです。そろそろ娘が来る頃なんでね。さっきがここに。さよなら教授。最後にお会いできてよかった。ご安心を。さっきもじきにそちらへ行きますよ。娘のことどうかよろしくお願いします。やめてくれ。なるほど。っていうかもう娘もやってしまうぐらい姉ちゃんが大好きなんだな。ねえ、花姉ちゃん、今日は何して遊ぶ？僕、おままごと飽きちゃったな。あれ？おままごとする気満々じゃなかった？姉ちゃん、狩りがしたいの？でもまだ動いちゃダメだよ。え？そんなことないって？お！動いたってことか？姉ちゃん、動けるようになったんだね。やった。これで一緒に狩りができるね。そうだ、もうすぐ次の獲物が来るんだ。どっちが早く捕まえられるか競争しよう。それじゃあ準備はいい？位置について、用意、ドン。いやいや、怪我明けなのにいきなり 競争か。ふふふ、姉ちゃん、二人でみんな狩り尽くそうね。僕らをこんな風にした。なんだっけ？まあいいや、姉ちゃんと最後の二人になるまで。なるほど。なかなか、ストーリーとしての厚みがありますね。まさか咲が娘だったとは。そして教授の義理の父親になるっていうところ。で、まだ加藤ちゃんは生きているっていうか、姉ちゃんが覚醒しちゃってんだな。その状態で誰が次出てくるんだっていうところが気になるけど、おそらく、キリゾウじゃねえか？そろそろ出てくれないとな。全然活躍してないから。あ、トゥルーエンド。狩りごっこ。おお、80%まで来ましたね。だいぶ来ました。さあ、ちょっと見てみよう。あ、ついに来た、キリゾウ。なるほどね。ただ、まだ加藤ちゃんの話は出て、加藤ちゃん死んだことになってるぞ。あ、死んでるよってことか。死んでるよっていうことが気づいたっていうだけだから、今バッテンになっただけで、
そうだな、死んでるよの罰だね。だから普通にキリゾーとかカエデちゃんのエピソードになったら普通に出てくるわ。うん、しかもこれキリゾートゥルーエンド、ノーマルエンドとかじゃなくて一つしかエンドないんかい。あーそう、まあ次キリゾーだね。いやー面白くなってきましたね、キリゾー。次回楽しみにしていましょう。こういった最新作のホラーゲームなどやっていますのでね、もしよかったら、くまこのチャンネル登録していただけたらと思います。あとはね、動画に対してのコメント、高評価もぜひよろしくお願いいたします。では今回はこの辺で終わりです。